やっと公開です。皆さん本当今日この悪天候の中ありがとうございます。もう曇り空が気にならないぐらいスカッと気持ちよくきっと書いていただけると思うので、楽しい時間を一緒に過ごせたらなって思ってます。よろしくお願いします。広瀬アリスさんです。はい、照井奈々を演じました広瀬アリスです。お足元の悪い中お越しいただきありがとうございます。ぜひ楽しんでいってください。よろしくお願いします。そして七尾さんです。はい、長谷藤子役を演じさせていただきました七尾です。皆さんいかがでしたか？あー嬉しい。今日は短い時間ですが、よろしくお願いします。楽しんでてください。シムンギョンさんお願いします。パクサラン役を演じましたシムンギョンです。お足元悪い中、劇場まで足を運んでくださって本当にありがとうございます。今日初日ということで、私の決めセリフを言いながら始めます。懲らしめてやりましょう。ありがとうございます。室井しげるさんお願いします。はい、さつき役の室井しげるです。皆さんこんにちは。皆さん今ご覧になったんですよね。そうですよね。はスカッとなさいましたか？イエーイ、ありがとうございます。よかったらこのまま残って次の回もご覧ください。ありがとうございます。では江口洋介さんお願いします。どうも、江口洋介です。どうもありがとうございます。バンケイ太郎という、ラーメン屋をやってます。ラーメンとか秘書をやってます。今日はですね、本当に寒い中ありがとうございます。ぜひちょっと半額券でもあげたいぐらいなんですけども、そういうわけにもいかないということで、はい、本当に今日はありがとうございます。ちょっと短い間ですけど楽しんでいってください。そして田村直樹監督です。すいません、監督しました田村と申します。本当見ていただいて本当に感無量です。ありがとうございます。感無量です。すいません。嬉しいです。ありがとうございます。木村さん、ついに公開となりました。今日公開ですが何か反響などありましたか？反響、いやもう今いただいた反響でもう胸がいっぱいですね。手応えがかなりあります。ありがとうございます。ね、本当に私がいかがですかって聞いただけで大きな拍手をいただけまして、はい、大満足されたということですよね。いやそうなんですよ。皆さんちょっとテンションが上がってるんじゃないかなということで、私たち散々その番宣でスカッとするスカッとするって言ってきたんですけど、なんかこれスカッとしてもらってるんじゃないかなってちょっと嬉しく思ってます。どうでしょうか？すいません、なんか欲しがってしまって、ね、こういう時ですからね、拍手でしか皆さん、ね、反応できないですからね。ちょっと今日は手が痛くなっちゃうかもしれませんが、よろしくお願いいたします。さあ先ほどまでドラマの再放送もされていまして、最終回が無事放送されました。皆さんドラマも楽しんでいただけましたでしょうか？ありがとうございます。では、この機会ですから、ぜひドラマの撮影を振り返ってもらおうということで、今だから言えること、楽しかったこと、大変だったこと、ぜひ教えてください。まずは監督からお願いします。僕からですか？はい。皆さん、ドラマ見ていただいた後に映画見ていただいて、こんな皆さん、こんな個性的なこの、大島さん今日来てないんですけど入れて7人なんで、さぞは現場大変だろうなと大思いでしょうが、もうみんな本当プロフェッショナルで、本当にもう個人個人すごい考えてくれて、こんなに楽しくすんなりいける現場なかったんで、本当にこのまんまです。本当に素敵な秘書たちなんで、これからまだまだ続けたいですよね。皆さんよろしくお願いします。お願いします。さあ室井さん、放送2年前でしたけど、はい、今だから言えることってありますか？そうですね、当時ね、やっぱり皆さんからすごく言われたのは、あのラーメンが本当に美味しいのかどうか、それであのラーメンは一体どこ行ったらで食べられるのかとか、それでここ今だからちょっと言えるんですけども、あれ実は中はセットで外側がロケなんですね。そしたら中にはですね、ロケの外側のあの外観をですね探して、あの店だっていう見つけた友人がいるんですよ。それで僕は分かりました。でもちょっとラーメンの雰囲気がテレビで見るのと違ってたっていうふうに言われたんですよ。
でもね、そのぐらいコアなあのファンの方もできまして、あのたくさんの方からお声かけていただいたので、とってもあの撮影中から嬉しかったです。はい、そうですか。でもあのラーメン本当に美味しいんですよね。美味しいです。美味しいですか。まだ食べたことないんですか。え、ぜひローソンに行ってください。あ、そうだ、ありますから。あ、皆さんローソンで何か買われた方いらっしゃいます。食べた人、食べた人、あ、いらっしゃいますね。結構いる。どうでした、美味しかったですか。美味しかったそうですか。行かなきゃ。行きます。ぜひローソン、はい、ありがとうございます。さ、井口さんはドラマ振り返っていかがですか。そうですね、僕もじゃあローソン行ってちょっと買ってみて。そうですよ作ってみたいですね。そうですよね。本気で。確かに作ってても、はい、あんまり食べてない。そう、いや、もうもちろんあの皆さんの、でも本当にもう毎日そのラーメン食べるシーンは結構きついんですよね、本当はね。それなのにもうみんなおいしいおいしいって言ってくれて、はい、本当に作ってやってますからね。そうですよ、うん、あの本当に、もう本当に皆さんに今日はもう無償で本当奉仕したいぐらいなんですけどね本当に申し訳ないです。本当に。ね、そうか、毎日ぐらいこう撮影のね旅に食べても飽きないぐらい美味しかった。飽きないぐらい、はい、そうですね。江口さんも召し上がることはあったんですか。いや、もう僕はだいたい味分かってますから、あの本当にもうその日の感覚で感覚でやってますけど、でも本当にもう裏でもうプロの人たちもずっとスタンバイしてるし、やっぱり一番いい美味しそうに見える感じでこう出すんですよね。だから本当にね、美味しいですよね。あ、私ああもちろんですはい、美味しかったです。美味しかったですか。はい、ではシムさんはこのドラマ振り返って何か今だから言えるエピソードありますか。やっぱり用意した答えがあのラーメンだったのでみんなやっぱラーメンの思い出が、はい、あの毎日のようにラーメンをあの食べられることがもう何より嬉しかったし、うん、本当に美味しいです。はい、であとそうですね、あの笑いをこう我慢することが一応ちょっと辛いほど、はい、そのぐらい楽しかったので、はい、皆さん本当にね、あのそうですね、私と目が合った瞬間笑うじゃん、しむちゃんしむちゃんは私に、いや、アリスは今まで出会ってきた日本人の中で一番面白いって言ってくれたんですそうなんですか。それは嬉しくて、はい、あのもう単突単突の、はい、もう目がもうこう合うその瞬間から何もあの向こうからは言ってくれてなかったのに、なんかこっちがこう笑っちゃうということですね。本当にで、みんな本当に、イチャつきはその辺にしといてもらっていいですかイチャイチャしてるから、ラブラブしてるから。あ、いや、そんなことではないんですけど、はい、一応、はい、そのぐらい本当にいい雰囲気で撮影を行いました。うんうん、そうですね、皆さん本当に仲がいいですもんね。では七尾さんはいかがですか。ドラマ話なんですかね。でも大体喋ってますよね、もう告知でなんかみんなで番宣したりとかしてるときに、もう裏の裏ももうない気がするんですけど喋りすぎて、ね、もうそうですよね、出し尽くしてる気がしますけどね。なんかあるかな、確かに裏話。最初の方でまだそのこうチーム感が構築されていく段階の時に、あのラーメン番での撮影があって、初めてあのちょっと長いシーンでみんながポン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 こう会話をしていくっていうシーンがあったんですよ。もともとはカット割りがあったんですけど、あまりにスムーズに行きすぎて田村監督が、あ、これでいいんじゃない、終わりって言ってそうだっけ、ワンカットで、ね、そうそう、あって、あのみんな本当に相性が良くて、もうビシッと本当に繋がっちゃうんで、もう無駄なもん言えません。本当にそれだけ本当にもう見てて分かるように、このまんまの、逆にあの中園さん、あの先生が当て書きじゃないですけど、皆さんこう役柄とちょっと近寄る感じでやってるんで、本当にそこもスムーズに溶け込んでもらって、僕も初めて会った感じがしませんでしょ、もうみんな本当に。あ、でも今裏話って言って思い出したんですけど、あの中園さんが結構その役名のなんか文字数画数みたいなものをちゃんとなんかなんて言うんですか、調べていい画数というかでちゃんと全員の名前を決めたみたいなことを聞いた気がします。なんか生命診断みたいな、生命診断みたいなもので、
はい、縁起のいい皆さんお名前 で、はい、そうなんです、実はやられてたって、はい、あ、知らなかったですよね、聞いたことなかったですね、はい、ちょっとした裏話かもしれないです。だからこそこうやって映画化となったんでしょうかね。はい、そうだと思います、ね、アリスさんは何かエピソードありますか。まあ、私も結局ラーメンだなと思ってみんなラーメン、いや私ワンクールで3キロ太ったんですよ実は3キロ太りましたで今回あれスペシャルドラマと映画を撮ってたじゃないですか。でスペシャルドラマ撮ってる間に映画挟んだじゃないですか。で終わってまたスペシャルドラマ撮ったじゃないですか。スペシャルドラマがですね痩せてるのに映画急に太ってでスペシャルドラマの途中もちょっと私太って結局ラーメン食べちゃうんですよね。美味しいから出されたらね、出されたら美味しくて食べちゃうんですよ。そうなんですよ本当に。だからカットによっては私多分ラーメンの量が全然違う連ドラ時ひどかったかもしれないです。カットによっても増えたり減ったり増えたり減ったりが。あとアリスはやたらお酢を使ってあ本当にセットにある一瓶あのワンシーンかツーシーンやったら全部なくなってて、はい、丸々使っちゃいますね。丸々お酢を使う人、はい、もうずっとこうでジャーってかけ味変みたいな感じで。じゃあちょっとね DVD 見返したりしたらもしかしたらラーメンの量とかお酢の量が違うかもしれないってことですね、はい、スープがちょっと薄くなってたりとかしてるかもしれない、ね、木村さんも結構ラーメン召し上がったんですもんね。私は休憩時間にも作ってもらって食べてましたこれラーメンの材料がなくなりそうでスタッフ困ったっていう話も。そうですね、はい、トッピングまでお願いしてましたからね、はい、でもこのなんかラーメンの力で映画化までなりましたからね、本日無事に映画化となりました、はい、さあまあでもタイトルにもありますようにやはりこの映画は7人の秘書が集まってこそということで本日はあの秘書にも舞台挨拶に、はい、ご参加いただきます。皆さんスクリーンにご注目ください。おおあさあ華麗な戦略解消美和を演じられた大島優子さんです。かわいい優子ちゃん。わあみんないる。みんなすごい綺麗。ずっと見てた。お元気。元気ですよ、で大島さん改めてご挨拶お願いいたします。はい、風間美和役を演じさせていただきました大島優子です。本来だったらですねあのみんなと一緒に登壇できたらよかったんですけれどもこういう形で今日は参加させていただきます。初日の封切りを本日一緒に迎えられているということでとても嬉しく思っております。はい、ありがとうございます。大島さんどうですか、こう皆さんのお顔を久しぶりに見ていかがですか。うん、すごい嬉しい。江口さんかっこいい久しぶり。元気そうで元気ですよ髪型変わったね。髪型変わったバッサリいったんだ ねいい、バッサリ切れました。なんか現場みたいな会話でしたね今。いや本当だよね、いつも変わらぬ感じです久しぶりみたいなね、うん、こっちはもうあの優子ちゃんがいないから会話がとっちらかっちゃって大変ですよ私まとめてたっけ。やっぱりムードメーカーだからね。そうでした。そうですよ、そんな気はしてなかったけどね。え皆さん揃ってでも嬉しいですね。嬉しい、時代に感謝です ねリモート最高ですね。素晴らしい、ありがたいですね、ありがたいです。ではここからは改めて皆さんでお話しさせていただきます。ではまずはですね今日映画を見終わってすぐのお客さんたちということで皆さんの個人的にお気に入りのおすすめシーンもしくはよく見ないとわからないけど注目してほしいシーンを教えていただきます。まずは監督からお願いします。僕はあの映画化にあたってあの雪のシーンを僕北海道育ちなんで雪のシーンをどうしてもやりたいと脚本の中野さんに頼み込んでやったところに皆さんをちょっと連れ込んだんで、まあ、寒い中すごい冷夏も10度ぐらいになったんですけど、まあ、雪のシーンを堪能していただけたんだったら嬉しいですけどどうでしたか。 ありがとうございます。それだけで幸せです。ありがとうございます、ね、綺麗なシーンでもありますもんね、はい、では江口さんいかがでしょうか。そうですね、あのやっぱりあのラーメンが食べたくなるような雪のシーンというか本当にあの寒かったんですね。
もう零下10度とか十何度っていう中でもうみんなやってまして、もう大変だったんですけど、まあ映画を見てこういう大スクリーンで、まあちょっとあのこの雪景色なんていうのも良かったんじゃないかなと思いますけども、あとまあやっぱり千代さんのいろいろなこうラブ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 路線ね、ラブ路線がありますからね、まあ、バンとしてはちょっとこうやきもち焼く感じもあるんですけど、あのまあその辺もちょっと見どころじゃないかなと、今までになかった部分じゃないかなと思いますけどもね、いっぱい宣伝よろしくお願いします。お願いします。さあ室井さんはいかがですか。はい、そうですね、今日かなり派手なアクションを皆さんご覧になったと思うんですけれども、私さつきも実はこっそりアクションやっておりました。アクションを私がここでやってたっていうのをお分かりになる方いらっしゃいますか。コアのファンですね、ありがとうございます、はい、私も細々とアクションやらせていただきました。さあ私がアクションするときに手に持っていたのは何でしょうか。そうです、ハエ叩きです、ありがとうございます。素晴らしい、ありがとうございます、素晴らしい、嬉しい、ね、もし見逃した方いたらもう一回見てもらいましょうね、はいはい、映画館で、ね、はい、お願いいたします。そして大島さん、おすすめのシーンはどんなところですか。はい、まあ、やっぱりアクションシーンだと思うんですけれども、まあ、ドレスで戦ってアクションしているところで、私あの爆中をやらせていただいてるんですけれどもね、監督。いや本当にお上手でもうびっくりしました。いや、ね、あれはね、私かどうかっていうところもう一回映画館で見ていただければなと思いますよ。それはもう何回か見ないと分かんないんでそうですね、見た人だけね。はい、ダイナミックなアクションがやっぱり注目ですね。なるほど、じゃあ何回も見なきゃいけないということですね。そうですね、東島さんもそうです、何回もということですね。はい、何回も見ていただきたいです。そうですね、はい、さあシムさんはおすすめのシーンどこですか。ああやっぱりアクションのシーンもう全て名場面だと思いますが、私はあのそうですね、あの台本の時からあの後半のところにあの室井さんとあの五郎丸ちゃん の, そのやり取りがとても感動でした。こう子供にこう怒ったりしてましたけど、そのなんか声出して泣いていいよという言葉がとてもこう愛情たっぷり感じまして、はい、ありがとうございます。あの五郎丸くんすごく面白い子で、一発で行くから絶対にあのちょっとね、あの一回で上手にやるから我慢してねって言った、もちろんです任せてください。なかなかしっかりした子で、で一回あの本番だけポンって叩いたらクラーってなって、もうちょっと誰にもぶたれたことがなかったみたいで、本当に後でお母さんがとてもいい経験をさせていただきましたはい、いうふうに言われて、はい、その後だから五郎丸君とちょっとだけ文通みたいにしたりして、申し訳なかったので私の絵本をじゃんじゃん送ってます、はい、そうですか、そんな交流が生まれたんですね、はい、さあ七尾さんはこう注目してほしいシーンどこですか。いや、 やっぱり私アクション頑張ったのでアクションシーンどうでしたか。 ありがとうございます。アクションシーンはとりあえず頑張ったのと、あとは、みんなが寒い中、ちょっと私とゆこちゃんがすごいはしゃいで雪遊びしたんですけどちょっともしかしたらみんな凍えてるのに、もしかしたら私ちょっと汗ばんでたかもしれないです遊びすぎて本気で遊んで本気で遊んでたのでね、ゆこちゃん、うん、めっちゃ楽しかった、ね、でもゆこちゃんすっごい真面目で偉いから、その後すごい反省してたよね。なんかちょっとあ、そう、なんか遊びすぎてなんかみんな一生懸命働いてるのにちょっと悪いことしたかなとか思ってめちゃくちゃ反省してて偉いなと思って、私反省してなかったから私はでもあの鎌倉作ってましたよね。はい、もういろいろ作りました。鎌倉も作ったし、あの雪でおっぱいを作ったりそう、女体とかね、あ、女体とか作ったりあ、ごめんなさいそう、いっぱいしたよね。ソリ、ちょっとソリの滑り台作ってソリで遊んでみたりとか。メイキングになるといいね。そうだね、メイキングにもしかしたら詰まってるかもしれないですまさかもう雪祭りなんかね、
札幌の雪まつりぐらいのもう、はい、ちょっと張り合えるぐらいちょっとそうですか芸術を芸術をアートをアート作品を作ってましたちょっとメイキングになればいいですね、はい、そうですねさあアリスさんはいかがでしょうかそうですねあのその女体を作ってる時私、まあ、松葉杖ついててダウンは着てるんですけど下が何だろう春服のシャツ1枚ペラ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 ってしたやつだったんですよ衣装が私凍えててずっとでもうマイナス15とかですごい凍えててすごい元気だなっていう記憶はあってまあそこはちょっと見ていただきたいな私の生地の薄さめちゃくちゃ薄本当こんなんでしたよね、はい、大変でしたもう参加しようっていうのはあまりこう雪遊びに参加しようっていうもうそれどころじゃなかったです自分の命を守ることに必死だったので室内がすごい暖かいなって思ってやっぱ中入ると暖かいなと思って気温見たらマイナス2度でちょっと感覚がもうおかしくなっちゃってました本当に大変な中の撮影だったってことですよねそうですね吉瀬さんとそのお金のやり取りをする室内のもマイナス2度とかで全然だって口からねちょっと暖房を使えないとこだったんですよえその建物が監督そんなもん大女優さんたちをそんなところで撮影させていたということなんですいや緊迫感のあるいいシーン撮れましたそうですねリアルなシーンが撮れたということですよねさあ木村さんは注目してほしいどこですか、はい、今回この作品の中にラーメンが3つ3種類出てくるんですよ、まあ、1個いつもみんなが食べてるバンさんのラーメン、はい、もう一個は名前忘れちゃった玉木さんが味噌ラーメンそう作る信州味噌ラーメン、はい、もう一個が私と玉木さんの2人で作る謎の香辛料が入ったラーメンそうだあのシーンすごい綺麗ですよねこうなんかまるでこう映画ゴーストのようなところから始まって、はい、引いたらこう雪が降ってて窓越しに2人がクスクス笑い合ってるっていう本当に美味しくないかったんですよ。本当に美味しくなかったの。やっぱねラーメンをプロが作んなきゃダメ。あれはスタッフの方が実際にその使ってる調味料を麺に練り込んでみたんだけども、もうポソポソでまず吸えないしっていうところから始まったので、あそこは本当に美味しくないねって笑ってるシーンだと思って見ていただけたら。そうだったんですね。そうなんです。なんかいいものができたっていう感じかと思ってたら、実はあれはね。ローソンでは販売できます、はい、とんでもないよねローソンなんかで発売したらもう結構ダメです賠償問題ですそうですかもうバンさんのラーメンとは比べ物にならないとやっぱ、ね、バンさんやっぱ愛情があってこそのラーメンなのでやっぱラーメンバンで食べるラーメンが一番美味しいです、うん、そうですねさあでは続いての質問です皆さん劇中ではそれぞれ秘書を演じられていますが逆にもし今の自分に秘書がついてくれるとしたら7人の秘書の中から誰を選びますかという質問ですが江口さんいかがでしょうか結構これはもう何度もいろいろな場面でね、はい、ずっと聞かれてるんで、はい今日の気分で言ったら、はいやっぱり人生経験豊富な室井さんをいいですよいいですね秘書になりましょうやっぱり、はい、話が面白いですからね常に、はい、いいでしょういつでも、はい、よろしくお願いします、はいはい、明日お迎えに上がります、お願いします楽しませてくれるそうですね室井さんの書いてるあの絵本もねまた可愛いんですよなんかそういったあの童話のねあの、はい、そのいただいたりとかしているんでいろいろとねありがとうございます人生をいろいろ教えていただいて、はい、明日お迎えに上がりますありがとうございますさあ室井さんはどうですかそうですね私は七尾ちゃんでお願いしますはいあのやっぱりこの美容関係にめちゃくちゃ詳しいのであのこの私のようなおばさんにもさりげなく高濃度の水槽シャンプーをプレゼントしてくれたりするんですよそれでシャンプーしたら毛がもうボーボーになっちゃって結構これウィッグじゃないんですよ私これ自分の毛ですからはあって本当にだからやっぱそういうのをさりげなくこう嫌味なくこれどうぞっていうもう待ってますよ次も
わかりました。何かいいものをチョイスしておきます。はい、はい、かしこまりました。はい、仕事できる秘書ですね。そうです。はい、ありがとうございます。さあ、続いては、大島さん。大島さんは誰が秘書についてほしいですか。はい、室井さんです。私ですか。はい。はい。室井さん、何でも持ってて、なんかとっさにいろいろ出て出してきてくれるんですよね。で、特に一番好きなのはやっぱ干し芋ですかね。はい。そうです。あの室井さんの干し芋が本当、はい、もうすっごく美味しくって、はい、もうそのシーズンになりました。干し芋送りますよ皆さんに。はい、私今まで一つだけ残していいって言われたらお弁当の中で芋を残してたんです。それで芋でも太るかなと思ったら、見てくださいこのお姉様方のスタイルの良さ。私ね、本当にこのままだったら芋を一生食べなかったと思うんです。でも皆さんがあまりにも芋好きなんで驚いて、干し芋の差し入れをしたら奪い合いですよ本当に皆さんね、いつもね持ってる、自分のもう干し芋持ってるんですよね。すごいんですよ。それでこっそりと、室井さん私今日この3袋持ってっていいとかっていう風に、そのぐらい皆さんお好きなんですよ。でもこので芋は太らないってみんなに説得されまして、あれから芋を食べてます。そうです。ちょっと太ってますけどそんなことないです。アリスさん、そんなにやっぱりこういっぱい持って帰りたいぐらい美味しかったんですか。めちゃくちゃ美味しかったです。大ヒットでしたよね。うん、一袋ペロリでしたもん、ね、ペロリと、うん、あと連ドラの時大量のみかんとかくれて、もうセンス最高と思って。はい、うん、お持ちしましょう。みかんと干し芋、はい、明日忙しいです。はい、明日はちょっと明日はちょっとお忙しいということで、はい、大島さんありがとうございます。はい、さあシムさんいかがでしょうか。どなた選びますか。いやすごい悩んでましたけど、大島さんですかね。嬉しい本当に大島さん、いつも現場で周りの方々のことを見守ってくださったり、あと現場の雰囲気も本当にいつも明るくしてくださって、いつもその姿を見て見習いたいなと思って、きっと私の秘書になってくださったら懸命にいろんなことをこう解決できるんじゃないかなと思って、はい、大島さんにしました。大島さんだそうです。いや嬉しいですね。もうシムちゃんの秘書になったらもう何でもやりますよ。シムちゃんがもうちょっと暗い顔してたら、大丈夫ですか、セリフ覚えとか一緒にやりましょうか、何でもやりますよ、なんか水でも何でも大丈夫ですかってやります。ありがとうございます、ね、本当についてほしいですね。そうです ね、はい、本当にすごく会いたくて、昨日も、うんうん、SNS で写真をアップして、私書き込みしたんで、はい、書いてくれた宮川さんすごく会いたいですよサランよりって、はい、ね、今日対面できてこう、ね、いや本当に嬉しいです。はい、ありがとうございます。ありがとう。では七尾さんはいかがでしょうか。私ずっとこれ取材とかでも聞かれてて、うん、ずっと私江口さんって言ってる気がします。はい、と言ってくれてる。そうなんですよ。今日の気分は、いや今日ももう私は江口さん一筋で。マジですか。はい、行かせていただきます。いやいやいや、もう彼女は本当にでもいろいろね、健康器具とかプレゼントしてくれたりとか、またもう室井さんじゃないですけど、またそれがいいんですよね、ぐーって揺れて。よかったですよかったです。もう本当にもう気を使ってくれてね、やってくれてました。はい、野さんは江口さんを選んだ理由は何ですか。結構ね、このみんなおっちょこちょいなんですよ。意外と分かりますよね。なんとなく分かりますよね皆さん。結構ね抜けてるんですよ。なんか否定されてますね。違います。結構おっちょこちょいよ。全然違います。アリスさんも否定。いやもう私なんて役と一番かけ離れた性格で、もう奇抜ですよもう。一番近いんじゃないですかあなた。ねえ。いや、 やっぱり江口さんが一番この何ですか、秘書チームがこうラーメンバンで賑やかにやってるところ、すごく温かい目で見守ってくれたりだとか、あとは秘書になってくださったら、もう江口さんが横にいたらちゃんとしなきゃって思うじゃないですか、うん、なのでずっと江口さんを、はい、指名させていただいてます。本当ありがとうございます。嬉しいですね。もう本当にありがとうございますありがとうございます、はい、
ではアリスさんは誰を選びますか。私シムちゃんですね。だいたい自分のことは自分でできるので、なんか自由になんかでも近くにはいてほしいんですよ。えって言った今いやこう近くにいてほしいんだけど、別に何もしなくて、もう近くで本読んでたり好きな時間をこう過ごして、同い年っていうのもあってなんかいいなと。それだけで十分ですか。うん、なるほど寂しそうだよでもいつも私、はい、シムちゃんって意外とこういろいろ仕掛けてくるから、それが面白くて、で私がシムちゃんって言うと、あどうもわかる、そのバランスね。結構傍から見てるとね面白いよ。いや 笑っては今そんな感じではないと思いますけど。アリスちゃんからちょっとおねだりしてみたら。えおねだり なんですか。シムちゃんになんかこれやってあれやってって。あ確かに、じゃあお水持っててとか。え今ですか。あ今じゃないお水欲しいって。あ違うえそういうこと。すみません。でも全然いてくれるだけでなんかこう幸せになるような方です。嬉しい、嬉しいです。何をせずともいてほしい。そうですそうです、ね。はい、うん、さあ木村さんはどなた選びますか。私は監督。お監督、はい、いやあの今回このドラマから映画一貫して監督が私たちに求めたことって群れないでっていうことだったんですね。それぞれが一匹狼の集まりであってほしいというふうに、群れたり慣れたり慣れ合ったりしないでっていうふうに言われたそのことだけで、あとは基本私たちが持ってくるものやることを、それいいね入れちゃおやっちゃおっていうふうにこうどんどん褒めて伸ばしてくださったので、それでこのもうドラマ終わってから1年後でもう映画化っていうところまで来たんだなって思うと、それが令和の教育かと。なので今後も褒めて伸ばしていただきたいです。お水をお持ちしましょうそっちもできるわけです、ね、ありがとうございます、ね、でも本当にあのキャストの方も監督も含めてチームワークが素晴らしかったということですよね。ありがとうございます。では以上をもちまして舞台挨拶を終了させていただきます。フォトセッションの前にキャストを代表して木村さんから締めのご挨拶をいただきます。木村さんお願いいたします。はい、ここまで7人分のね宣伝活動があったので、きっと追いかけるの大変だったと思います。北のここにいらっしゃる方々はそれぞれの多分一番のファンの方、7人の人の一番のファンの方たちが集まってくださってると思うので、きっと本当にもう連日連夜情報が錯綜して大変だったと思うんですけど、そうやって応援してくださった皆さんのおかげでこうやって今日無事に初日を迎えることができました。もうねあとは皆さんも気楽に映画の背中を一緒に押してくれればそれだけで大丈夫ですので、晴れ晴れとした気持ちで私たちやりきったっていう気持ちで帰っていただければなと思います。今日までありがとうございました。そしてこれからも7人の秘書よろしくお願いします。